それじゃあ私、今日は帰るね。また明日。あ、ちょ、イライラする。かすみちゃん、かすみちゃんじゃありませんよ。あー、じれったい。何のことかしら。ごまかしても無駄ですよ。かすみんずーっと見てたんですから。合同イベントの準備が始まってからずーっとエマ先輩に声をかけようとして失敗してますよね。知ってたの？カスミンを甘く見てもらったら困ります。どうしてちゃちゃっと声をかけないんですか？どうしてと言われても。ねえ。ねえじゃありません。カリン先輩ヘタレですね。情けないです。あとカスミン、しずことおしゃべりできなかった時のこと思い出して悲しくなっちゃいます。言わないでよ。自分でも分かってるんだから。だったらもうちゃちゃっとパパーっと声かけちゃってくださいよ。それができたらこんなに悩んでないのよ。ねえかすみちゃん、ちょっと付き合ってくれない？誰かと話したくて。うん、別にいいですけど。本当？ありがとう。パフェごちそうするわ。物で釣られるかすみんじゃありませんが、いただけるものはいただきます。それじゃあ行きましょう。素材の味が引き出されたシャーベットがたまりません。おいしい。喜んでもらえて嬉しいけど、私の話も聞いてよ。わかってますって。カスミン何でも聞きますよ。エマすごく怒ってるみたいなの。怒ってますね、ものすごく。あ、カスミンも怒ってますよ。カリン先輩とアイ先輩は裏切り者ですから。でもエマ先輩のはカスミンが怒ってるのとはちょっと違うっていうか。やっぱり部に行ったことが原因なのよね。私はどこに所属していても前みたいに仲良くしたいんだけど。エマ先輩、部に行った今のカリン先輩には前みたいな魅力がないっていつも言ってますよ。え？いつも言ってるの？はい、耳にタコさんができるくらい聞きました。それはさすがにショックね。自分では上達しているつもりなんだけど。そりゃプロみたいな部に行ったんですから、歌もダンスも上手になってるとカスミンも思いますよ。でもエマ先輩の言ってるのはそういうことじゃないのかも。そういうことじゃないね。なんだかずーっと勘違いされちゃってる気がするわ。とにかくカリン先輩はエマ先輩がすごいっていうようなパフォーマンスをしないとダメなんです。そしたらエマ先輩もカリン先輩が部でやってること認めてくれると思いますし。そうね、今度のライブで今の私を見せつけてエマを納得させるしかないわね。はい。でもカスミン、カリン先輩のことを倒しちゃいますからね。あら、ライブを控えているのにパフェをパクパク食べちゃうような子には負けないわよ。やり直し。この程度のクオリティじゃランジュのステージとして恥ずかしいわ。
前回のステージの時に使ったチームが詳しいから、そこに聞きなさい。あと、照明についてはいっそパリに打診っていうのもありね。それは舞台袖に設置しましょう。使用する回数を考えると、そこに置くのが一番効率的です。スケジュールに遅延が？大丈夫ですよ。こことここを一緒に片付ければ問題ありませんから。焦らず、落ち着いていきましょう。おお、いいねいいね、なかなかいい感じじゃない。でも、もうちょっと冒険しちゃわない？例えばほら、ここは…はい、こんなに円滑に全てが進んでいるとは…いえ、あなたの指示も的確でわかりやすいと思いますが。それは私も大好きですよ。今も楽しいです。そうですね、迷いがなくてまっすぐな方なんだと思います。ちょっとあなたに対する当たりは強い気がしますが。きっと仲良くなれますよ。スクールアイドルが大好きな人同士ですもん。